絶対プロになれないベース講座、今回もフレーズです。今回はダウンピッキングのやつで無理やりオクターブ奏法をダウンピッキングでやるというものです。まあ、本来、オクターブ奏法っていうのはこのオクターブこういうものなんですが、通常上手い人とかちゃんと勉強してる人はこれをダウンじゃなくて高い方をアップでやる。僕できません。悲惨なことになります。これをアップダウンでやるらしいんですが、僕はそれができない、今のようにできないので、無理やりダウンで。早いのも無理やり、まあ、多分上手い人だと早いのもできるみたいなんですが、で、まあ、できてないんですけど僕は、まあ、僕はダウンで。っていう感じでやってます。まあ、とりあえず例として、まあ、ちょっと曲でやってみたいと思います。まあ、この後に、出てくるフレーズです。こういうっていうのが出てくるんで、その時無理やりアップダウンピッキングでやります。こういった感じで、まあ、通常だとこのフレーズはとかこんな感じでやるんですかね。まあ、僕はっていう感じでやってます。他にも速い曲があるので、ちょっとそれをやってみます。まあ、このフレーズ、次のフレーズですね。といった感じで、これは普通に、まあ、これはこの間、まあ、ディル・アン・グレイの羅刹国という曲なんですが、まあ、この間無理やり全部ダウンピッキングで弾くというものに挑戦したんですが、まあ、これただ、まあ、これただでさえて長時間やってると辛いんですが、そこで後半にさらにこれを、入れてみたというものです。まあ、そうやって、まあ、自分の限界に挑戦するというのもいいと思いますね。これも別に無理にやるものじゃないんですが、でもやっぱり熱いということで、なるべくやってみたいなというところで、今後もやっていこうと思ってます。まあ、それでは今回はまあシンプルにこれだけなので終了します。